皆さん、こんにちは。茨城オンラインスタディの時間です。この動画は、小学校第6学年社会科、日本の歴史、6、戦国の世から天下統一へ、2時間目の内容です。この単元では、皆さんに織田信長がどのようにして勢力を伸ばしていったのかについて、考える力を身につけてほしいと思います。 それでは、教科書70ページを開きましょう。教科書70ページには、2、信長の勢力拡大の様子の資料がありますね。これを見て、なぜ信長は短い時間で勢力を伸ばせたのかについて考えてみましょう。 ここで動画を止めてワークシートに予想したことを書いてみましょう。さて皆さん、予想はできましたか信長が強かったから、お金をたくさん集めたから、新しい戦い方をしたから、など予想ができたかと思います。 次に、信長の天下統一に向けた政策を見ていきましょう。では、信長は天下統一をするために、どのようなことを行ったのでしょうか。動画を止めて、教科書70ページ、71ページを読んでみましょう。ワークシートに穴埋めをしながら聞きましょう。 戦いの様子を見てみましょう。桶狭間の戦いです。信長軍2000人に対し、今川軍2万人という兵力の差がありながら、今川氏を破りました。このことも勢力を広げていった理由の一つです。大きな力を持っていた。 今川氏を倒したことにより、その名は天下に知れ渡りました。そして、武力による天下統一に向けて動き出しました。教科書70ページ3天下不武の資料からも、武力で天下統一をしようとする 信長の意気込みがわかりますね。また、堺などの商業都市を支配したことで、豊富な資金が手に入るようになった信長は、こうした資金をもとに、大量の鉄砲や軍船などの武器を揃えることができました。 教科書64-65ページ1長篠の戦いの資料を見てみましょう。この戦いでは鉄砲が使われているのがわかりますね。鉄砲がもたらした影響が大きいことがわかります。信長は長篠の戦いで武田軍に勝利し、 翌年には、教科書70ページ1、安土城にあるように、京都に近い安土に、自らの力を示す大きな安土城を築き、城下町に家来を住まわせて、天下統一に向けた拠点としました。そして、今川市や朝倉市などの、 有力な大名を倒したり、将軍の足利氏を京都から追放し、室町幕府を滅ぼしたりして、勢力を拡大していきました。次に政治の様子を見てみましょう。信長は仏教勢力を抑え、ヨーロッパから伝えられたキリスト教を保護し、 安土にはキリスト教の学校、京都には教会堂を建てることを許しました。安土の城下町では、誰でも自由に商売ができ、市場の税や赤書をなくすなど、これまでの仕組みを大きく変えて、商業や工業を盛んにしました。楽一、楽座です。 信長は天下統一をするために、これらのことを行い、勢力を拡大していきました。次に教科書71ページ4、安土城の城下町の創造図の資料を見て、この位置に作ることによって、どのような良い点があったのかを考えてみましょう。 動画を止めて気づいたことをワークシートに書いてみましょう。想像図からわかるように、とても賑わっていることがわかります。武士や商人がたくさんいたり、水路が作られていたり、建物が密集したりしています。税を免除し、 誰でも自由に商売できるようにした、楽市、楽座によって、町は賑わい、商人たちを味方につけ、信長はさらに大きな力を持ちました。次に、安土城の市の資料を見て、この市に作ることによって、どのような行為点があったのかを、 考えてみましょう。動画を止めて教科書を見ましょう。考えられましたか京都に近く人が集まるから、や、陸路と水路の両方が使えたから、自分の領地に囲まれていたので敵に攻められにくいから、など、 様々な良い点があったかと思います。信長は武力だけではなく、実は知恵も使っていたことがわかります。さて、今回は信長がどのように勢力を広げていったのかを考えてきました。最後に今回調べてわかったことを自分の言葉でまとめてみましょう。 鉄砲、安土城、落一落ざ、などの言葉を使うといいですね。ここで動画を止めてワークシートに書きましょう。まとめられましたか商業都市を抑えて、鉄砲などの武器を揃えて勢力を拡大した。 室町幕府を滅ぼしたり、安土城を築いたりして、天下統一を進めた。武力だけでなく、知恵も使い、落一落座など、商業や工業を盛んにして、勢力を拡大した。などとまとめられると良いですね。信長の戦いの様子と、政治の様子について、 単元のまとめのシートに整理をして、今日の学習を振り返りましょう。次回は豊臣秀吉の政治について学習します。これで今回の学習を終わりにします。